はい、ハンマー家の本家のハンマー岩尾先生です。本物貴族の2番目ですね。ということで、ハンマー岩尾先生、今、危篤中で、下半身が再生されてますね。本物貴族なんで、ちょっと人間にはできないことが体で、起きてまして。還暦になって60年生きてね、人間から生まれて。それで足のね、弱さと足の細胞がね、だいぶやられちゃったらしいんですね。それでね、両足が痛くなりまして、再生してます。で、足をね、また作り直してるみたいですね。人間から見たらエイリアンですね。今だからきつい時ですね。ハンマヨ先生、本物貴族のハンマヨ先生、危篤中です。なんせおへそより下が全部ね、そういうふうにしてね、血液の通りが悪いんですね。動きは悪いんです。悪くなったなということでね、 エネルギー量が足んなくなって、血液のエネルギーを送るエネルギーが足に足んなくなってきてね。初めはね、痙攣してました。何かなって、これもう相当前ですね、それが起きたのはね。それからまあ8年ぐらい経ったんですかね。しょっちゅう足がつるんです。で、道路でもね、行ってね、ここら辺の私の市のね、スーパー行って、歩いたら痙攣して倒れちゃったのね。足がつって、で、歩けなくなっちゃったんですよ。そんなことにななることが続いて、それで8年間ぐらい経ったんですね、現在ね。そしたら今どうなったかというと、足がね、全面的に痛くなってね、修復し始めましたね。再生するようになったんですね。人間にはできないことですね。まあ、人間から見たらエイリアンですね。大変便利な、ね、デリケートな体でしてね、本物貴族なんで。で、まあちょっとね、痛みがあるんだけど気持ちよくもなるんですね。それが修復されていくと、足が、両足がね、血行は良くなったりとか、で、ツヤが良くなったりしてるんですね。まあ左手はね、一緒で、また一瞬だけなんで、100分の1ぐらいなんで、あんまり変わんないですけどね。右手はまああんまり、少しはあるんだ、1万分の1ぐらいは再生されてきてるんだ、修復とかね、されて、内部の細胞がね、蘇っているような感じではないんだけど、もともと古いんだけども、変わんないみたいですね。生まれ変わるんじゃなくて、修理してるみたいですね、体の中。で、食べ物がちょっと高カロリーじゃないと、卵をたくさん食べないとちょっと難しいっていうので、卵ね、結構よく食べますね。そんなことでね、足がもうしびれまわって痛いですけれども、修復されてます。修復されていっております。まあ非常にね、この能力はね、貴族の能力ってのは驚きましたね。目のね、老眼になるときに目がね、進化するんですよ。普通は失敗するんですけど、目の解像度が良くなるんですね。ね、これもね、まあ昔よりか目良くはなったんですね。それでね、まだね、整ってないんで、
左目が 0.2 ぐらい視力落ちちゃったんですよ。っていうのは目が進化したんで、人間で言えばエイリアンですね、ビデオカメラの解像度が上がったのと同じになっちゃったんですよ。でその代わり動くとか見たりしょっちゅう見るとすごく疲れるんですね。 でしょっちゅう目開けられなくなっちゃいました。というのは目の質が上がりすぎちゃって脳に情報を送るのが限界になっちゃうんですね。かなり慣れてないんで、そんな風になってきて、老眼になると目が悪くなるっていうんじゃなくて、老眼になる時期になると目の性能をアップするんです、ねね、本物の貴族は。ということにね、今回は私のね、おへそから下がの細胞、両足が人間で言えばエイリアンみたいなもんですね、修復される現象でね、痛くなってきて今危篤中です。人間の医学には解明されない未知のね能力が今起きてます。本物の貴族だけできる、ね、体の性質ですね。ということでね、ちょっと話さないとバレると思うんだね。本物の貴族っていうのはこういうもんです。デリケートなんでね、細胞はやられやすいんですよ。人間と違って丈夫じゃないんです。その代わりそういうねことができね、ありますよということですね。どうもありがとうございました。